ね、そうそう、前髪なし浴衣でございます。おはようございます。おはようグルト。美味しそうですね。ちょっとね、最近めちゃくちゃ寒くないですか？私だけかな？ほんまに手先がね、寒くて寒くて。デコレーションも可愛いよ、ありがとう。嬉しい。床暖、それ床暖ね。はーい。お方の誕生会どうだった？楽しかったよ。なんとね、一番に祝いました。よかったんがリビングにいて、10分前ぐらいからずっと待機して、お姉ちゃん普通に目の前にいるんですけど、よしよしって、ゼロ人の時からお姉ちゃんお誕生日おめでとうって叫びました。ね、手足の冷えがねすごいよね。わかるわかる。おはよう。ユカタンハント、ユカタンハントです。家族特権。はい、特権権利使っちゃいました。あ、なにこれ、パンダさんかわいい。あ、だ、え、大吉やん。え、すごいすごい。え、大吉じゃん。わーい、なに、なんかいいことありそうだね。嬉しい、大吉。え、これってあれ、中吉とかもある中の大吉かな。すごい、パチ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 。はい、お姉ちゃんハピバでしたね。今年も好きだよ、だってありがとう。めちゃこ喉がやばい。大丈夫かな。あああはい、ね、何言おうとしたっけ。あ、今日はナングラをしに来ました。皆さん、ナングラですよ。なんか気合の言葉みたいなのがあるらしいですね。なんかあるかな、ナングラ、グラ。初めてショールームで前髪なし配信するの、ちょっと恥ずかしいけど。気合の入った抱負、気合の入った抱負か。待って、ほんまに声どうしたんやろ、ちょっと待って。あれ、ごめんなさい。なんかあるかな。おはよう、おはよう、みんなおはようございます。朝元気ですか。あれ、チロップかけてなかった、ごめんね。なんでやろ、なんかテロップ反応しない。明日スタバおすすめありますか。カスタムでチョコレートシロップみたいな入れるの好き。おじさんが住んでる。え、そう、え、恥ずかしい。気合だ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 。おはよう、おはよう。気合の入った抱負か、なんやろ。なんかあるかな。気大楽でてっぺん取ったんで。あ、いいね。あ、ちなみにね、これ風じゃなくて、あのあれです、寝起きです。寝起きの喉が痛いやつです。痛いっていうかね、勝手に喉が開かないみたいな、あれあるじゃないですか。よかったんだけかな。お姉ちゃんと結婚するにしよう。ありかも。寝起きかい、恥ずかしい、ごめんなさい。起きたばっかりでして、で、あのね、そうなんですよ、さっき開いた時にアミタがね、裏でショールームしてるの見たんですけど、もうね、すごくね、もう可愛いを格好していて、もう可愛いなと思って、朝からほんと。そうですよ、もうニコニコしちゃいました。ほんと可愛い、アミタン。
なんかあるかな。だから何ぐらいか。気合の入った方法か。何やろ。あのゆかたんが考えたやつなんですけど、あの今年って辰年じゃないですか。でなんちゃら辰にしたいんですよ。なんかなんちゃら辰みたいな。何辰がいいかな。あ、めっちゃおもろい。何それ。あ、ブラ姉妹で M1 チャンプになる。M1 出ちゃう、もしかして。ゆかたんいいよ別に。M1 出ろ、出よ。優勝できるかな。センターに立つ。おお、いいね、かっこいい。こたつ、こたつ。あ、お姉ちゃんから育つ。あ、確かに。それはそう。お姉ちゃんのお姉ちゃんになる。面白。いいね。私の抱負、気合い楽。でもね、言い方本当にね、お姉ちゃんから育たないとダメなんですよ。もうね、そろそろお姉さんなんで。そうですよ、言い方先輩になるんですよ。すごくないですか。けど愛楽でイギリスのゴッドタレントに立つ。あり。めっちゃありかも。立っちゃおっか。ゴッドタレントめっちゃあのあれですよね、バツみたいなのが4個あってブーってやつですよね。あ、もう持って、あぐらいじりしてる人おんねんけど。あぐらから立つ。はい、もうよかったら一生しませんよ。あぐら一生しない宣言しちゃいます。恥ずかしかったので。ショールームではです。ダンス上達。あ、いいね。私は今年ゆかたんと漫才できるぐらい仲良くなるのを目標にしています。めっちゃいい。仲良くなっちゃおう。そんぐらいね、お互いツッコミ合いましょう。若たち。お姉ちゃんに言おう。ゆかさん、ゆかさんです。喜怒哀楽の英語も作らないと。実はあるんですよ、喜怒哀楽の英語版。公園でセンターに立つ。いいね、かっこいい。先輩おはようございます。おはようございます。ゼロ番に立つ。ゼロ番に立ったんで。まさかのお姉ちゃんがゆかたんから育たないと。そっちやったか。お姉ちゃんがやったんや。衝撃衝撃。今朝はおでこが見えて得した気分。はい、初日の出です。かわいい、ありがとうございます。なんか世界へ飛び立つ。よかったね、世界へ飛び立ちたいです。はい、皆さんはあの朝から何してるんですか。あのご飯食べましたか、朝ご飯。野生の青いバラを見つける。いいね。おはよう、おはよう。年明け初浴衣ですね。初浴衣です。そうなんですよ。10期生入るからお姉ちゃん大丈夫かな。どういうやろ。でもね、楽しみですね。10期生どんな子が入ってくるんやろ。私は寝起きだと思わらね、頭がぐるぐるしちゃう。なんて決まって。怖い。ヒント、あ、ぐるぐる回っているや。あらあら。ゆかたんさんって呼ばれるのかな。それな、気になっちゃう。ゆかたんさん。うわー、ちょっとニヤニヤしちゃいそう、言われた。ゆかたんさんとかって、え、どうしたみたいな。先輩になれるかな。ゆかたんね、あの中学校時代も部活であのね、先輩になったことあるんですけど、もう全然先輩らしくない先輩だったんで、次こそは先輩らしい先輩になりたいです。そうなんですよ。
ねえ、こちら、おはよう、おはよう。いろいろ、そう、あみややがね先輩になるっていうのが一番びっくりですよね。私たちの末っ子ちゃんの絶対可愛いあの隣で先輩として喋ってるのを見てるあみたんとあやみを見てニヤニヤしちゃいそうおはよう。皆さん受験生入ってね、目移りしますかしちゃいますか。目ですよ、目。でもゆかたんも受験生に推しできるかもね。そうですよ、尊敬される先輩になりたいです。しないよ、ほんと？ほんと？信じちゃうよ別にするかも、するかも？するかもなの？受験生 DD なの、受験生にはなりません。あ、ほんと？でもね、受験生どんな子入ってくるんやろうな。あのね、お正月出てんが多すぎてね、もうね、びっくりしました。おぉ、うおぉ、うおぉみたいな。そうそう、実期生に刺激を受けて成長する方が楽しみです。そうですね、刺激いっぱい受けないとね。でも受ける、あの刺激を上げる側にもなりたいです。多分でも受けるんでしょうね。本当に、どんな感じなんやろ。ドキドキしちゃうね、初めてのファン受験生に流れる、流れたらね、もうよかった。一人一人あの口を押さえに行きますビッね、まあでもね、もう運命の人みたいに見つかるかもしれないですよ皆さん。お姉ちゃんにタンポレーナにあげた、まだあげてないっけまた買いに行きまーす何がいいんやろ、まだ何がいいか聞いてないねんな そうやん、喜怒哀楽さ、実期生に見られるのちょっと恥ずかしいかも。なんかな、キラララランもな、恥ずかしいかもと思ってな、だからちっちゃくなるかもキララララン、そうほんまに。ゆかたんさんしかって言ってるゆかたんさんしか、ありがとうしかそうやねん、お姉ちゃん大好物なに。なんか普段一緒におりすぎるとそういうのをね、なかなか探す感じがなくなっちゃってね。まあそれもいけないので探そうと思うんですけどねえ何が好きなんやろ。30歳になってキラララランしてくださいね。皆さんちなみに劇場とかではって言ってくれてるんですか。いつもありがとうございます。なんかね、結構ね恥ずかしいですっていう人がね多くて。そうでもね、確かに本当にキラララランを振り切っていこうね、後輩にどんな目で見られちゃうんだろう。なんかちょっと面白い先輩とか思われへんかな、大丈夫かな。まあでもそんな会やで、あのね、めちゃくちゃ楽しみですね。なんかで、ゆか先輩がいてくれてよかったって思ってもらえる存在になるように今から頑張っちゃうので、今のうちにトレーニングしてね、まあムキムキの状態で会いたいと思いますはい。
トレーニングですね今から。ちーたんおはよう、おはよう。劇場で低く両手上げてる。そうなの、かわいい。めっちゃかわいい。今度みたいですね。わーっていう時広げてくださってる方がいらっしゃいます。嬉しい。面白い先輩思われる。わ、そこだけとちゃうねん。ほんまに、なんで。ムキムキで会いたいんだ。はい、ムキムキで、いやーみたいな。ねえ、そうです。ゆかたんとの目標は優しくもあり頼れる先輩でもある人になりたいことですね。えあと春のシングル発売も決定しましたね。めっちゃドキドキですよ。どんな曲なんやろ。ワクワクが多いね、お正月で。あの何発表ですね。おはよう、おはよう。はい、あとね、昨日そう B2 さんのなんか目標でまた利用するみたいなね目標が発表されたんですけど、私自身もまたごと思ってるので、ぜひぜひ楽しみに会いに来てください。はい。ぜひね、今ね練習中です。浴衣ねワーショール、ディズニープリンセスを目指してほしいです。わお、かっこ歌と声。ありがとう。頑張る。はい。したいね。浴衣のトンネルみたい。ギャーギャーって。お姉ちゃんのちゃんと見てました、リアルタイムで。家族で応援してました。めっちゃ良かったです。98K でゲットした。すごい嬉しい。パチ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 。ほのぴんみたいに全公演制覇したいですね。そうですね、ゆくゆくは全公演も制覇したいです。姉妹でバカクローネとゆかお願いします。もうそれ歌詞変わっちゃうで。いいな、やってみたいけど、マナミがやってるの見てねすごく刺激を受けました。昨日はレイポとレイニャーもね、休憩生からは初日でしたね。めっちゃすごかった、可愛かったしね。黒い天使もめっちゃかっこよかったし、レイポンのわがままコレクションも、お尻フリフリしててほんま可愛かったね。もうメロメロでしたよ。ケイトさんも本当にかっこいいパフォーマンスですごく勉強になりました。チータ秋おめ、アフリのチータ待ってる、ありがとう、待ってて。嬉しいな。どちらかというとポニョってるユカタの方がええな。どういうこと、どういうこと。もうそれはもはやもう何同じ推し祭カラーのアイピ先輩との絡み待ってますね。そうなんですよ、アイカさんとペンライトカラーがね少し似てるんです。そうですね、まだ1回しか一緒に出たことなくて、もっとよかったんがね N さんに出れるようになってね、お話ししてみたいです。おはよう、おはよう。昨日の M 公演面白かったね。はい、めっちゃ面白かった。マナ雪もまた見たいわ。見て。
私にってね、今喉がらがら出てやんけど声。めっちゃ楽しかった。実はあの歌が好きになった理由がアナ雪なんですよ私。結構だからね、あの何やろ、感謝してるあの名作です。今朝一だってバブミが強いわね。バブーありがとう。おはよう。そうなんか、この話したことあるっけ。ちっちゃい頃にほんまにディズニーっていうかアナ雪がほんまにずっと好きで、それであのレッドイットゴーをずっとカラオケで熱唱ちっちゃい頃にしてて、小1ぐらいかな、年長さんか小1ぐらいの時にしてて、それきっかけで歌がめっちゃ好きになりました。そうそう、カラオケにいっぱい行くきっかけになったのもアナ雪です。みゆきさん、そうみゆきさんアナ雪好きだそうですね。昨日見ましたよ、あのアナなんですね、あのハートエリキ。そうめっちゃびっくりした。今も年長さんでしょ。今は違いますよ、今は高校1年生です。とやINN でのカラオケよかった。え、嬉しい、ありがとう。そう、青原姉妹の歌声が美しすぎて号泣して、ありがとう、嬉しい、嬉しすぎる。そう。アナ雪幼稚園の時なので、そうなんです、幼稚園児なんです、私年長さんの時でした。めっちゃ覚えてます、もうほんまにあのめっちゃ鮮明に覚えてるんですよ記憶が。でアナ雪2の時が小学6年生で、それも映画館に行って大号泣しました、もう良すぎて。そうなんですよ、よかった、人生を変えた一曲なんですね。本当に人生変えてくれた曲です。だからなんか好きな曲はみたいなあった時とか、なんかプロフィール帳とかよくあったんですよ、中学の時とか小学校の時とか、絶対にアナ雪みたいな、アナ雪の楽曲どれかみたいな。まだ年長さんっぽい、それ褒めてる。ありがとう。人狼ではアミタンのいいお姉さんしましたね。あのね、あれはね、あのアミタンが隣に座ってたんですけど、なんかねちょくちょくね、なんかあユリアとか、なんかボソッと言う言葉がほんまに可愛くて、なんかもう母親の気分になりました。アミタン可愛い。そうです、可愛すぎて辛かったです本当にね。だからもうほんまに気づいたら頭撫でてました、可愛すぎて。ほんまにあれダメですよ、反則です、可愛すぎて。本当にアナ雪最近のイメージ、確かに。でも最近浴衣もね、無理最近のようですよ、ほんまにめっちゃ、何年前とか信じられないです。もう何年前、10年前ぐらいじゃない。早っ、嘘でしょ、早いね。小さい時の館がない気、あ歌う動画ねありましたね、お姉ちゃんが確か館のお誕生日の時に載せてくれたやつですよね、ありのーって言って。ちっちゃい頃からあんな感じなんですよ。ああ、千と千尋の神隠しね、前やってましたね、9時から覚えてる。そう、未来の前に、あの歌も好きです、内容もめっちゃ好きで、何回見たことか、千と千尋の神隠し、ほんまに面白い。ほんまはあの舞台の方も見に行ってみたかったんですけど、そうなんです、見に行けなかったです、機会を逃してしまった。またでも舞台やるそうなので絶対見に行きたいです、あれは本当に。
アナ雪の時はもう NAB 見に行ってて、わーおすごい10年さすがです。そうですね、3周年くらいの時かな。すごい、ゆかたんが劇場デビューしたのは5年生です。で6年生の時にもう見に行ったんですけど、あのね、その時にね、アナ雪2がやってたんですね。で、あのアナ雪2のなんかマネキンと写真撮ってるゆかたんがありました、劇場帰りに。あの、なんやろ、デパートの下かな、なんかそこに展示されてて、めっちゃ懐かしい。お姉ちゃんとね、終わってからね、そうなんですよ、帰る時に見つけたんです。あ、毎年見に行く、あ、小さいけどやっぱり姉貴が一番好きやな。ですよね、浴衣も姉貴が一番好きです。うん、実写も見てみたいよね。はい、そんなこんなでそろそろ時間なのでランキング読みをしていきたいと思います。パチ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 。ではでは、13位、ケイブンアットブイちゃんありがとう。12位、あ、星んぼくさんありがとうございます、ありがとう。11位、スーパーサブさんありがとうございます。11位、まさしさんありがとうございます。9位、11位、ありがとうございます。9位、あ、待って、さっきも読んだ、あ、間違えた、ごめんね。8位、つよさんありがとうございます。7位、スパくんありがとうございます。6位、キドアイラークさんありがとうございます。5位、ケンくんありがとうございます。4位、あーちゃんありがとうございます。3位、よしくんありがとうございます。2位、よちゃんありがとうございます。そして1位はジュルル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 パー DYC さんありがとうございます。 Thank you、 ありがとう。今日もありがとうございました。なんかここのちょびっとした髪の毛がめっちゃ気になっちゃって、あ、ナンゴラどうなったの、ナンゴラどうなったっけ、待って、どうしよう、姉から育つでいいですか、あ、めっちゃあれ面白かった、姉から育つ。じゃあ姉から育つにしようかな。え、どうしよう、なんか どうかな。いいんじゃない、いいんじゃない。いいかな。おはよう、はじめまして、はじめまして、ありがとう。それではありがとうございました、本日も。はい、今日も皆さんいい日になりますように。じゃあまたね、バイバイ、お見送り。ありがとうございました。またショールームしたいですので、また会いましょう。今日は初日の出の前髪なし浴衣でした。バイバーイ。